ここの通路の一個下が、あの桜井先生と桜井誠が揉めてるのを高崎先生がこう見てるっていう。ああ、一個下みたいな。なるほど。あ、いやでもここでもいいかもしれない。一個下は絵が飾ってあったから。もしかしたら。こっちの方が。でも。どうしました？なんかここに入っちゃいました。観覧車見えますね。あれは昨日の遊園地の観覧車ですね。昨日行ったとこですね。マンドリラスト研究部、研究部仁王あたりが興味を示す、そうですね。めちゃめちゃ電気おーって言っちゃった。無理に行ってしまいました。あ、説明しようとしていたんでしょ。西山さん、部活に親切があります。今時の子ちゃん、ゆっちゃん新入生歓迎多いんですか。ここでなんか解放されたみんなの会話がまず使えない。みんな自由になっちゃって、見てる僕らも。写真にブって書いてある。いや、なんか自分たちのフィールドって感じが。学校で見つけた僕たちの居場所的な。やっぱこういうとこもそうですね。落ち着きまして。超一番の生き生きぶりでした、皆さん。文献憧れましたもん、やっぱり。確かにちょっとお茶を飲みたくなる空気。